ばんは。今日は お顔を出せません。こんばんは。ちょっと顔を出せません。本日はすいません。よろしくお願いします。あれ、いや今日さ、まず束の間の休息でさ、お休みだったんですけど、まあ普通にちょっと疲れがね、相変わらず溜まっとったので、なんか結局ずっと寝てて、で昨日いただいた村上のお弁当を私持ち帰って、そう、それを食べました。よいしょ。なんか普通にちゃんといろんなことをやりたかったんですけど、普通に無理でした。そう、体調というか、まあ普通に疲れから来る動けなさが半端じゃなくて、で別にまた明日からさ気合い入れて頑張んなきゃいけないわけでございますよ。だからもうほんと束の間の休息にするしかないなって思って、ちょっと諦めましたね。コンタクトがなくなっちゃう、やばい。普通にコンタクト買わなきゃいけないんですけど、面倒だな。どうしよう、ちょっとメガネでリハするわけにはいかないしな。って感じですね。ギフトありがとうございます。昨日は DMM 見てくれました。昨日の DMM、 日向さんの卒業公演に出演させていただきまして、ありがとうございました。楽しかった卒業公演。まあなんかさ、コンサート2種類昼夜と同時進行で卒業公演も作り上げなきゃいけなかったから、そこの大変さっていうのももちろんあったんですけど、でもやっぱなんか楽しいね。てかさ、なんかこうコンサートは得意そうなんですけど、こう今なんて言うんですか、活動6、まあ大体6年6、もうすぐ6周年なんですけど、まあ、まるっと6年ぐらいやってきて、やっぱさすがにこう成長してる部分とか、あ、先輩になったんだなっていう部分が本当に多くて、最近なおさら思うんですよね。多分人が減ってしまって、同期も先輩もなんかこう、例えばこういう全体公演、全員が出る公演って、まあ、例えば卒業公演だと一番が主役で、今回で言うと日向さんで、で、あ、マイクこう、あ、ちょっと待って、めっちゃ主語なかったね。マイクがあるじゃないですか。
でマイクがあってマイク番号っていうのがあるんですよ。そのなんていうのかな、何番のマイクを持ってくるみたいな。でこういう特別公演って、まあ、大体一番最初のマイクが主役の子で、今回でいうと本間日向さんで、で大体その先輩順で1期生ドラ、2期生3期生っていう風に番号が増えてくんですよ。まあ並んでくんです。でそのそれも名前の順とか、1期生名前の順、ドラ2期名前の順、2期生名前の順で、私ミムラのミなので結構後ろなんですよね。そう、後ろ側なんです。だけど昨日の日向さんの卒業公演ではマイク番号が10番で、10みたいな、なんか普通に、あ、先輩になってしまったんだなっていう、うん、いや10人しかいないってことですよ。だから日向さん、レイナさん、みはるさん、まりなさん、4人でしょ。でドラが帰り、みゆで6人でしょ。そう、うん、6人 ?4、5、6、そう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 、あれ4人しかいなかったっけ。あれ私10番だったよな、どっか抜けてる。いや違うわ、ごめん、2期生4人しかいないんだわ、ごめん、5人だと思ってた4人しかいないんだった、やんなる。はい、そういうことです。なので10番目なんですよ。そうそう、大塚おごえの次がさ、マシモなの、やばいよね。あいうえおと、おとまとみしかないんだけど、やばいでしょ。学校だったらびっくりだよ。学校だったらさ、ね、大野さんとかの次がさ、まみやさんとかさ、だから意味わかんないじゃないですか。そんな学校ないわけ。いやー、だからすごいですね、ほんと。ドキドキどんどんですよ、本当にびっくりそうで、先輩になったなって思うし、まあなんかパーティー、1曲目が昨日パーティーだったんですけど、ノエさんの卒業公演の時とかはね、一期の先輩だけでパーティーが始まるようやって、それで確か始まってたんですよ。でなんか何つったらいいかな、でその時は一期生がたくさんいて、まあ、たくさんってほどでもなかった、10人いたっけ、どんぐらいいたっけ、そうなんですけど、こうじゃあ1曲目パーティーやりたいですってなった時に、そのノエさんの時は1期生だけでできていた、構成できていたものをもうパーティー1曲目にやるってなった時にはもう2期ドラも入れてやった方がその人数が足りるっていう、まあ別にそういう理由で選んでるわけじゃないと思うんですけど、なんかそのまあ比べた時にね、なんかそのあ、もうそのこう先輩の卒業公演の1曲目に出る人になってしまったんだなっていう、そういう感覚があって、そうう
なんかこれ伝わるかな、このエモさというか、なんかこう驚きというか、そう。改めてこう人が減ってしまった実感と、まあ同期が減った実感と、まあ先輩も卒業してしまう実感を改めてね感じてしまいましたね。そう、 MC でもやっぱ自分がこう喋ることが増えたっていう、なんか前までは役職なしでさ、役職なしっていうかただ2列目でさ話聞いてるだけみたいな、相槌を打つだけみたいな時ってすごくたくさんあったんですけど、もういつの間にかそれをね、そのポジション、そのポジションをというかそのポジションはないんですけど、うん、いるだけに等しい感じだったので、まだ逆に言うともっとこうみんな引っ張るために話し、その合間埋めるために話すっていう役割を結構ドラニキがねやってるっていうのも、ああもう先輩になったんだなって思いますよね本当に。まあなんかその別に多分それはやらなかったとかやれなかったっていう話じゃなくて、もう普通にあの自分が喋ることによって何も生まないって思ったんですよ。その一期の先輩がもうトークで回してるし、一期生のその空気感、例えば卒業後になったらね、1期生の空気感を楽しみにしている人が多いだろうからっていう理由で、私たちも下手なことを言わんとこっていう感じで、振られた時にしか話さない、そう、それがいいか悪いかは置いておいて、なんかもう逆に言うとその遠慮してるというか、少しね、そう、遠慮してるというよりも、まあ別にそれで先輩だけで話せちゃうしなっていう感覚だったんですけど、そう、出番ではなかったっていう感覚だけど、今はもうそう一期の先輩だけで4人だし、こうなんだろうな、いわゆるガヤの役割、ニコ生とかでね、やっぱこうガヤってなってくると、こう三春さんがやいやいやいや外からヤジ飛ばす想像つかないじゃないですか。レイちゃんはできてもね、レイちゃんはできても三春さんがこうやいやいね外からこういやなんとかって言ってるじゃないかって言ってる想像つかないじゃないですか。三春さんはそこにいてこうふわふわってしてるだけで癒しなわけでございますよ。そう、三春さんは三春さんの役割があるわけじゃないですか。そうってなった時にもうガヤガヤガヤをできるのってもう2期生が主体なんですよね。そう、いや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 言うのってなんか それもそうやっぱマジで先輩になってしまったっていう感じですね。そう、別に嫌なことじゃないですけどね、先輩になって自分のやらなきゃいけないことが増えるっていうか、まあ、責任が重くなる、別に今までが軽いと思ったことはないですけど、こう責任が重くなるっていうのは私にとってはすごくプラスなことなので、こうなんていうのかな、なんだろう、別にいてもいなくても変わらない人間っていうのが一番嫌なので、私はそのちゃんと存在意義としてなんだろうな、ちゃんとこう居場所があるっていう方が私はすごく嬉しいというか、なんだろう、って感じなので、そうそうそう、まあそれにこうなんだろうな、じゃあグループをこう背負って何かしてますってわけではないですけど、私はね、ただやっぱりなんかこうその先輩とか同期とか後輩とも話してて、すごくちょっとね、日向さんの卒業公演だったから深くは話してなかったんですけど、その先生日野先生みたいな話が出たじゃないですか。まああれなんかどうやらその1期生と2期生とでその前にねちょっと話す機会があった時に、私ちょっとたまたま用事にいられなかったんですけど、まあそういう話が出たっぽくて、
で、なんかそれでそのリハーサルをスムーズに進めてくれてるみたいな、そういう役割を担ってくれてるって言ってくれてて、そう、なんかそういう風にこう、なんだろうな、私としてはあんまり出しゃばりたくないというか、出しゃばってないかなって心配だったりしたんですけど、なんかちゃんとそういうプラスにみんながこう、その自分の存在を認めてくれてるっていうのが本当に嬉しくて、そう、じゃあ日向さんの卒業公演だったので、ね、こっからどう広げても日向さんの話にならんと思って、日向さん卒コンとかの話ではあるんですけど、それはもうちょっと別に今長尺で話すことじゃないと思って、私はもうバタッとこうぶっちぎるっていう選択をしてしまったんですけど、そう、嬉しくてね、うん、そうそうそう、だからうん、なんかこう自分が先輩になってこうね、後輩にこう背中を見せるような人になりつつあるっていう事実と、そう、だからこそもっと頑張らなきゃなっていう気持ちがあったりするので、なんかこうここに来て新たにまた2期ドラのグレードが、グレードレベルが1個上がった気がします。そのなんかなんていうの、アイドルレベルというかなんて言ったらいいんですかね、こう NGT48 に対するこうレベル感がね、もう元々そのね、あれですけど人数が少ない中だったので比率は大きかったんですけど、うん、はい、意外と語っちゃいましたね。壇上を読みます、時間です。13位市田さん、12位太郎さん、11位都市さん、10位日野日野さん、9位新茶ロスさん、8位ゆかおしじいさん、7位むつきさん、6位あずきさん、5位源五郎さん、4位たむひろさん、3位栄太郎さん、2位東吾さん、1位新一さん、ありがとうございます。ちょっとね、しかもめっちゃ鼻声で、普通に私がしゃべってないだけなんですけど、じゃあ皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。また明日、おやすみむらー、バイバーイ、バイバーイ、じゃあねー。